皆さんこんにちは、ハビマイチャンネルのさえです。今日は中学生新学期準備第4弾です。まだ第1弾から第3弾まで見ていない方、ぜひ見てみてください。今回は第4弾ということで、おニューな靴とおニューな、ね、靴下を買ってもらいました。で、まあ中学校っていろいろね、それぞれ規則があると思うんですけど、まずは靴下で、こちらです。はい、私は今回、アディダスのワンポイントの靴下を、こうやって3色で1足になってるやつを買ってもらいました。こちらお色の方なんですけれども、まずでこちらミントですね。まず最初でこっちなんか山吹色みたいな黄色 でこっち側が派手めなピンクです。で、私最初はこのアディダスの靴下で黒、ここのワンポイントで黒の靴下を買おうと思ってたんですけど、私の兄ちゃんも結構こんな感じでちょっとね、見分けがつかなくなるので、今回色付きにしました。なので今まで履いてた靴下は、中学校ではワンポイントじゃないので履けなくなるので、土日しか今持ってる靴下は履けないということになるので、なのでもうちょっとね、こういうワンポイントの靴下を増やそうと思ってます。で、私が今一番不安なのはこの靴下の底の部分をちょっとね、汚させちゃうっていうことが今不安です。で、ワンポイントは他にもサンキューマートで売ってるのが結構前見たことがあるので、今度サンキューマートに行ってまた違う靴下も買ってみたいと思います。はい、そして次なんですけど、こちらですね。これ雑巾です。で、これ5枚入ってるんですけど、本当はこれ中学校から言われてないんですけど、もし持ってきてくださいって言われた時に持っていくために、買ってきました。で、なんか幼稚園の頃、うちではママが、なんかタオルを使って縫って雑巾を作ってくれていたんですけど、小学生1年生になる頃につれて、こういうね、雑巾を買うようになっていました。便利ですね、本当にこういう雑巾ありがとうございます。これはお兄ちゃんとしのと分けたいと思います。まあこれ5枚なのでね、足りないでしょうか。そして最後なんですけど、こちら新しい靴を買ってもらいました。まあこれから中学校になると毎日靴を履くので、ちょっとね、新しいものを買わせていただきました。それがこちらです。では、はい、こんな感じでね、この前ねイオンに行ってきたので、イオンで購入してきました。で、こちらのね、靴のお色の方なんですけれども、こちらですね。はい、どうでしょうか。こんな感じでね、黒にしました。結構お色と形は一般的なものとなっております。ここにね、3本線が入っていて、ここですね。で、ここはメッシュじゃなくて革にしました。メッシュだとちょっと雨の時にね、すぐ靴が汚れてしまいそうなので、今回は革のこんな感じの靴にしました。私、靴の今のサイズが 23.5cm なんですけれども、こちら一回店内で履いたんですね。で、このままこのサイズがいいということでレジに持って行ったら、こちらサイズの方 24.5cm ですが大丈夫でしょうかって言われて、ママとさえでえっってなりまして、ではここまでちょっと足がでかくなるとは思ってなかったです。この靴を履いたら、まあ、このね、足の先っちょの部分はちょっとね、ペコペコしてる感じはあるんですけど、まあ、ここのね、紐をね、キュッときつくしてちょっと履きたいなと思っております。で、今履いてる靴も黒か紺なので、まあ、それもこう洗ったりして使い回しながら中学校はこの靴で過ごしたいと思います。ちなみにうちのママなんですけど、ママの中学校の時の指定の靴の色は白だったそうです。まあ、私が行く中学校の靴の指定の色ってあんまりないみたいです。なので白かローファーみたいだったみたいなのでちょっとね、白い靴だと私すぐ汚しちゃうので、今回この黒い靴で本当に良かったなと思っています。はい、という感じで、最近本当に中学生になるにあたって新学期の準備をしているんですけど、中学生本当にドキドキします。あと本当にもう少しで卒業なので、まあ、悲しくもあり不安とドキドキで最近はいっぱいでございます。この動画が公開される時に私はもう卒業式が終えている頃だと思います。いやあとちょっと1年くらい6年生をやりたいなっていう感じです。まだ中学生になるには早いかなって気持ちでは思っております。気持ちでは思っておりますが、いやかな。で、私が行く中学校ではこう1本に結ぶかツインテール2本に結ぶかどっちか、まあ、結ばないとダメということなので、まあ、私はちょっとツインテールが似合わないので個人的に思うので、ツインテールじゃポニーテールでいきたいと思います。入学式とかクラス分けとかもあるし、仲のいい子と一緒に同じクラスになれるかっていうのが一番の不安で、あと友達を作れるかとか
あとあれじゃない、勉強も不安があるし、まあ、少しずつね頑張っていこうと思います。でちなみに第1弾見てくださった方は分かると思うんですけど、はい、こちらが私の中学校に持っていくリュックです。まあ、ちょっとね結構大きいんですけど、まあ全体が結構真っ黒で、ここにねフィラって文字が入ってて、あ、今回私フィラのリュックを買いました。でこのリュックが一番驚いたのが収納力で、本当にポケットっていうかそういうところがいっぱいあって、ちょっといつもポケットからキーになっております。でまあ本当にねこんな感じででかいので、登山に行くのかよって感じなんですけど、まあ結構中学生は教科書とかプリントとかを持つと思うし、帰り私はちょっとリュック以外に両手に何かを持ちたくないタイプなので、このリュックにね全部入れちゃおうと思っているので、今回はこんな感じでめっちゃでっかいリュックを買いましたという感じの今回の第4弾でした。それではまた見てね、バイバイ。カビバニチャンネルの LINE 公式アカウントができました。概要欄にも載せておくので、ぜひ皆さんお友達追加よろしくお願いします。こちらの QR コードも読み取ってね。 Twitter、Instagram、TikTok もやっているのでフォローよろしくお願いします。チャンネル登録も押してね。それではまた見てね、バイバイ。